ラーメンつけ麺僕イケメン、はい、さあ一番中 YouTuber ひでおまんです。ということで今日はつけ麺の紹介です。石垣島ですね、つけ麺屋さんがなかったんですよ。あ、専門店がね。で今日なんとつけ麺屋さんがオープンするということで、こちらの紹介したいと思います。場所はねこの辺、ここのねココソンっていうバーがあるんですけど、こちらもめっちゃおしゃれでいい店なんで、ちょっとこちらをね覚えてもらって、通り過ぎてちょっと歩いて、ここね、もう今日オープンなんですよ。石垣牛つけそば地頃一年、こちらにね食べに行きたいと思います。島のグルメマンモッキーがいました。じゃあそうだよ、初めてだ、今日のことから。本当ですか？いや楽しみですね。本当ですか？やっとつけ麺屋さんが石垣に注入もできましたね。これね、肉と麺一緒に食べるともう最高。コメントもらっていいですか？美味しいです。あっさりしてるけど、肉の旨味がビールにね、うまい。新感覚つけ麺ですね、これ。俺もさ、初めての。これゴーヤもね、あるんですけど、苦いと思ったら全然苦くなくて、シャキシャキ美味しい。あとなんか、ガーリックチップ。七味七味そば、イクラ丼、オールワンです。麺もね、なんかもっちりしてて独特なの、美味しいの。生卵だ。八重山そばっぽい麺だけど、ちょっと日本そばっぽい感じも入ってもちもちしてるんですよ。これもまた美味しいですね。今がいいんじゃない。さあ、ここでねドライカレー混ぜそば、これも味見してみたいと思います。いろんな具材が入ってて彩りが豊かですね。あ、美味しい。あ、スパイシーだけどちょっとねほのかに甘いんですよ。それがまたいい感じですね。いや、これ並盛り 200g なんですけど結構多いですね。最後の一口、うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、美味しかったですね。僕が食べたのね、イサキ牛つけそばだったかな、あれで800円なんですよ。まずねコスパがいいと思います。でもう牛丼をそばで食べてる感じですかね。あのやっぱりね、あの三崎牛の脂のコクがあって、でそばでツツって言ってめっちゃうまかったです。で連れの方一応いたんですけど、その方がねカレーつけそば、あれもねまた濃ゆくて濃いけど、またね後からビビリ来るんですけど、あれも美味しかったですね。あと卵かけご飯もう他にもねサイドミニいっぱいあったんで、であと中華そばみたいなのがあったんで、次回はそれ食べたいと思います。これね僕が断言しますよ、流行りますよ。石垣の人麺好きなんで、観光で来てもねたまにつけ麺食べたくなると思うんで、もしよかったら行ってください。地元の方もつけ麺屋さんないんで、ぜひ食べに行ってみてください。じゃあ本日は以上になります。ありがとうございました。いつも見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもどしどしお待ちしております。